缶コーヒー。缶コーヒーとは、缶に入っていて、すぐに飲むことのできるコーヒー。コーヒー飲料、コーヒー入り清涼飲料、あるいは、コーヒー入りの入飲料である。主に自動販売機や駅売店、コンビニエンスストアなどで販売されている。チルドカップやペットボトル入りの製品と総括してレディット、ドリンクコーヒーとも呼ばれる。缶コーヒー、エイキャンドコーヒーは、 コーヒーを加工して作られる、様々な二次産品、コーヒー風味の菓子やパンなどの一つで、工業用、コーヒー市場の製品に分類される。同じ保存食である、インスタントコーヒーの勘弁性がさらに高められ、屋外でも手軽に消費可能である点が特徴。日本では、喫茶店ブーム、インスタントコーヒーブームを経て、本格的に商品化され、 自動販売機の発達とともに飛躍的な成長を遂げた。以降も市場は拡大を続け、2008年、平成20年時点で日本での清涼飲料水におけるシェアは3割を超えている。郊外のスーパーマーケットやディスカウントストアなどでは24から30本入りの箱単位で売られることも多い。日本にて缶コーヒーに関する各種調査が行われており、 各種項目において主位に選出されることが多い、銘柄はジョージアとなっている。最近ではヘルシア等の健康補助的コーヒー飲料も人気がある。缶コーヒーが持つ独特の風味、香り、味が発生する要因として、スチール缶など容器ごとを行う殺菌工程、添加剤成分、口術、コーヒーが本来持つ香りが熱や時間が経つことで飛んで薄くなてしまう特性。 口術などが挙げられる。また、レギュラーコーヒーと差があると感じる人も存在するため、それに匹敵する味を求めて絶えず改良が行われている。容器入り清涼飲料水の製造において、缶コーヒーは手間のかかる部類に入り、ライン清掃の間隔が他の飲料と比べ短く数時間から10、数時間ごとに必要となっている。比較事例として緑茶は3から4日間。また、 製造直後からの味の変化が他の飲料と比べて大きくフレーバーが落ち着くまでに1週間程度を要し、経過後に味、品質が一定となってから抜き取り検査を行い、合格したものを工場から出荷する体制となっている。飲み方に個々の趣向が強く反映されるコーヒーを一様にパッケージして販売するという得意性ゆえに日本独特の飲料と見られていた部分もあったが、 実際には1970年代後期からはアジア、1990年代からは欧米など、日本以外の国でも一部製造販売されている、後日、特に東南アジアにおける販売新調が目立つ。日本の清涼飲料に使用される容器の構成は1999年、平成11年頃に PET 素材と缶の割合が逆転し、2000年代において、 ペットボトルが全体の88.1%となっており、缶の使用は大きく減退しているが、コーヒー系清涼飲料に限れば2000年代においても缶が主流で、その割合は71.5%と大きく占めている。その理由として、食品衛生法で定められた高温、高圧での殺菌を行う。ただし、特性上完全な殺滅は困難。 詳細は缶コーヒーの成分の不死産省ため、スチール缶が強度的な面から多用される状況、と全国製量飲料工業会は見解を示している。一方、ブラックコーヒーを中心にアルミ缶を採用する動きが進んでいる。ミルク入りコーヒーについては、内部にガスを充填して強度を高めているアルミ缶は、ボツリヌス菌の繁殖を識別しにくく、また、 アルミ缶は缶底がドーム状に凹んでいて、打腱による菌の繁殖の検査も困難であることから、業界団体によりアルミ缶の使用が規制されていた。しかし、衛生管理の進歩等を踏まえ2014年8月にアルミ缶の使用が認められるようになり、ミルク入りコーヒーについてもアルミ缶の使用が進みつつ、ある。欧米においては1960年代以降、清涼飲料の容器が 瓶や缶へと移り変わっていったが、コーヒーの販売機だけは、カップ式が依然主流のままであった。日本の缶コーヒー市場における成功に倣い、ホット自販機を取り入れる試みが過去に行われたが、市場の関心は薄かったという。1970年代後半から1980年代前半に、アジア向け展開が活発化したが、欧米では長らく極小規模の範囲で止まっており、 日本でいう 350ml 相当の缶に、ミルク、糖分多めの商品が、日系やアジア系のメカーから数種発売されている、程度であった。これは、日本のように、屋外にも莫大な数の自動販売機、清涼飲料用が設置されている国が、世界的に類がなく、また、アイスコーヒーという文化が、スターバックスで成功するまであまり馴染みがないためでも、あった。アメリカでは、 コーヒー豆をミルでひいた粉状のもの、レギュラーコーヒーを缶詰にしたものを、キャンコーヒーと呼ぶ和製英語。しかし、1990年代中盤には、アメリカ向け展開が本格化し、スターバックス効果により、アイスコーヒーが都市部では定着していったことも採用し、ブランド投入や自販機導入。 米国のスターバックスが導入した自販機は電磁誘導加熱装置を取り入れていると見られるなど積極的な市場展開を進め2000年代後期には欧州でも展開が行われている。後日、米国では2016年現在においても缶コーヒーが日本のようなごく普通の一般的な飲み物としては認識されていない。観光茶も同様である。 イリー・イッシモのケースでは、公式サイトの言語が、英語、日本語、ドイツ語、フランス語、ヘブライ語の5つしかなく、開発元の1つであるイリー・カフェが、イタリアの企業なのにイタリア語が損しない。コーヒー、コーヒー飲料などの表示の定義はしばらく存在しなかったが、自販機の普及による販売競争激化に加え、1975年に発生した。 ブラジル大総外の影響で生豆価格が高騰していたことら、極端に低濃度の製品や代替物を使用した粗悪品が市場に流通してしまう恐れが生じた。これによって業界団体は製造規約を制定、後に厚生取引委員会が正式に告示したコーヒー飲料投票時に関する厚生競争規約に基づき次の3種類に区分された。製品内、 容量 100g 中の生豆使用量を喫茶店などで供されるコーヒーの場合、1杯あたりの生豆使用量は約1 0 g 程度とされるため、濃度規格をもっと上げるべきだという意見も挙げられていた。しかし、引用するシチュエーションが異なる缶コーヒーとレギュラーコーヒーを同列で比較するのは無理があるという観点から、当範囲内に収めるのが妥当という結論に至っている。また、 複雑化を避けるため当初は2区分に留める予定であったが、低濃度のビニールコーヒーも対象に含まれることになり、3区分へと範囲が広げられることとなった。日本のように屋外に大量の自動販売機が設置されている国は他に類を見ない。治安の良さ以外にも以下の事例が起因となって自販機が普及し、缶コーヒー販売に大きく寄与している。 1975年、昭和50年頃から、白ベンダー業者、ノーブランド自販機の訪問販売業者が台頭する。いわゆる自販機ビジネスの先駆けとなった商売で、斬新な商法と販売力で、設置台数を拡大させていった。70年代末には全国に700社以上もの、業者が存在していたと言われる。ホットコールド自販機の誕生と重なる、この時期は、 業者間の競争も激化し、その将来性が見込まれて製造メーカーには注文が殺到、奇抜なデザインや購買意欲を刺激する不可要素を備えた自販機が多く登場し、缶コーヒーの売り上げに拍車をかける一員となった。後にこの自販機ビジネスは飲料メーカーからも注目を浴びて提携が組まれるようになり、商標入りの自販機が取り扱いの主流になっていく。 缶コーヒーの需要を飛躍的に伸ばした要因に、冷温可能な自動販売機の普及がある。缶コーヒー市場占有率における、主位銘柄はジョージアとなっている。など、多数ある。パッカーとは受託重点工場のことを言う。缶コーヒーを含めた製量飲料水の製造は、メーカーの自社工場によるものと、パッカーに受託生産されるものとに分かれており、 その生産比率はほぼ半分にまで達している2008年。原則としてメジャーブランドやプライベートブランドの製品製造に携わったパッカーの社名が表に出ることはほとんどないが一部のパッカーは自社ブランド製品なども展開させている。缶コーヒーの黎明期においては缶詰加工業者や各県の農協加工場がパッカーとして主な役割を果たした。これは 缶コーヒー製造において必要なレトルト設備を最初から備えていることが大きかった。また、瓶入りラムネ製造業者の業態転換も多く見られた。これらパッカーは飲料生産に必要不可欠な存在であるとともに、缶コーヒーが急成長した歴史とも深く関係している。各県農協化工場など多数、市場を支えるヘビーユーザーの定義は、 各年代によって変化している、口実。金棒食品が1980年に行った調査では、男性は20代から30代、女性は20代前半の引用率が高い。本数は月間1から2本程度が最も多く、20代の中には月に6本以上を引用するヘビーユーザーも若干数存在していた。また、 試行調査では10代から最も高い支持を得ていた。このように若者主体型の商品であったことから、中高年への需要喚起が今後の検討課題とされていた。1992年、平成4年、サントリーは新ブランド、ボスの開発にあたって徹底的な消費者調査を行う。その結果、購入者の80%は男性で、 中でも1日に1本以上引用するヘビーユーザーが全消費6割を占めていた。このことから缶コーヒーの販売にはヘビーユーザーの獲得が不可欠であることが分かった。この働く男性をターゲットとした販売戦略は成功を収め、以降の市場における方向性に影響を与えた。缶コーヒーを求めるヘビーユーザーのリピーターは 安定傾向であるものの、その一方で、女性や若年層には広がりを見せず、メーカーはその層の取り込みを模索することになる。2003年、平成15年に初採用され2004年、平成16年に多数使用された 190g、広口ボトル缶商品は、再度蓋ができる機能と、デザインで女性に人気を得たが、一時的なもので、定着せずに縮小していった。また、 1993年に発売開始となったチルドカップコーヒーはスターバックスなどに代表されるシアトル系カフェブームの影響で缶コーヒーよりも店舗の味わいに近いことによって女性に選択され市場規模が拡大し缶コーヒー市場停滞の一員となった2008年平成20年時点において缶コーヒーのメインユーザーは30から40代の男性となっており ヘビーユーザーの定義は、1日3本程度飲む人となっている。また、ユーザーの高齢化が進行しており、若い男性や女性層の取り込みが引き続いて、課題となっている。低酸性飲料であるコーヒー飲料は、細菌汚染による変質リスクが炭酸飲料と比べて高い、ブラックコーヒーは除く。乳成分を含んでいることや、過温販売されることも、 最近の育成条件にかなっているめ、添加される成分は保存性に重きが置かれる。水はコーヒーの抽出に必要な成分。高度は高いほど苦味やロースト感に作用し、低いほど酸味やマイルド感に作用する。ただしカルシウムやマグネシウムの含有量が高すぎると乳成分が不安定になため高度 150ppm 未満が望ましいとされる。また、 塩類を多く含む水はコーヒーの香味を阻害し、乳成分の熱安定性にも悪影響を及ぼすという。コーヒーは缶コーヒーの主となる成分。ミルクコーヒーが前世だった時代はミルクにコーヒーの風味が打ち消されないよう、安価でえぐみの強いロブスタ豆を強焙煎することで苦味と焙煎臭を活かしていた。しかし本格思考へと流行が移り、 乳成分の比率が抑えられてからは上品な方向を持つアラビカ豆をメインにした缶コーヒーが多数となっている。コーヒー液は主にドリップ式によって抽出される。インスタントコーヒーや濃縮抽出液、コーヒーエキスが使用される場合もあるが主流ではない。抽出後のコーヒー液は酸度が上昇、pH5.0 から5.5付近するが、乳成分が クロロゲン酸などの有機酸群と反応すると、乳タンパク質が不安定になり凝集、沈殿の可能性が生じてしまうため、重曹などで中性より pH6.0 から6.5付近に調整が施される。強時による風味劣化の抑制には、ビタミン C などの酸化防止剤が添加される。乳成分は缶コーヒーをマイルドな口当たりにするが、その比率が高まるほど、 コーヒーらしさから離れる傾向がある。缶コーヒーに使用される。乳成分は牛乳の他粉乳、練乳などがある。その扱いは父等症例に基づき厳しい管理がなされる。牛乳は供給元から低温輸送された後貯蔵されるが、変質しやすいため保管に最新の注意が必要とされる。牛乳や生クリームの配合率を上げると風味は向上するが、 脂肪分の分離を招く危険性がある。粉乳は保存性に優れるため輸送や保管が容易だが、ミルク本来の風味とはギャップを生じる。練乳は調達コストの安さと濃厚な味わいで初期の缶コーヒーに多用されていたが、本格志向へと流行が移った90年代以降は主流から外れている。これらの乳成分は加温販売時の熱によって酸化され、 缶事によって劣化が進めば、特有の周期を発するため、ビタミン E などの酸化防止剤が添加されるが、いずれにせよ、花音による風味の寿命は1から2週間程度、通常の賞味期限は製造日から1年程度と長くない。甘味料は缶コーヒーに甘みを与える。缶コーヒーにおける標準使用量は日本コーヒー飲料協会にて、 業界標準値を 100ml あたり砂糖 7.5g と定めており、糖分カットなどといった表示はこれを基準に行われている。近年では、砂糖の使用量は減少傾向にあり、250g 缶では現在でも標準使用量に近いものが多いが、190g 缶では標準が 100ml あたり 6g 台、低糖、甘さ控えめは 4g 台、微糖は 2g 前後が、 一般的な使用量の水準となっている。これら微糖、低糖タイプの缶コーヒーは、砂糖単独では、甘みや成分の安定性が不足するため、人工甘味料と併用されることが多い。微糖ニーズの高まりに合わせて、需要を伸ばす微糖タイプは、味が薄と感じるユーザーも存在するため、工夫を凝らし様々な改良が行われている。砂糖は、最もナチュラルな甘みだが、 減量の段階で耐熱性細菌の汚染源となる可能性がある。健康面においては、カロリーの心配や、腐食、虫歯、血糖値上昇の原因要素になる。使用される、糖種はビートグラニュー糖、天才糖が多く、上白糖は輸送上の問題から使用されることは、ほとんどない。炭酸飲料などによく使用される、異性化糖はアミノ酸に反応しやすく、加熱時に、 独特の臭味を発生させるストレッカー分解可能性があるため使用されてもその成分比率は低い。また温度によって甘みの変化が激しい点も缶コーヒーと相性が悪い。主に微糖コーヒーの甘みを補うために使用されているアセスルハムカリウムやスクラロースのような人工甘味料は酵素や微生物に対しても非常に強く成分の安定性も高い。 ノンカロリーという点も自流に適しており、近年ではブラックとは異なり、甘みのある無糖コーヒーという新たなジャンルの開拓にも寄与している。また、他の甘味料と併用すれば、少量でも甘みが増す特性があるので、結果的に送料を減らすことができる。一方で味わいに対しては、好みが分かれる。特に缶コーヒーのような雰囲気が重視される商品の場合、ケミカルな印象が、 マイナスイメージにもなり得る。香料は缶コーヒーの性格を決定する大きな要素となる。コーヒーの香り自体が熱に対して非常に弱く揮発しやすい。特にロースト缶の消失が著しいデリケートなものである。ため、製造時の熱処理が多い缶コーヒーにおいては、香料による保管の必要性が生じる。そのため、コーヒー液そのものの香りというよりは、 引き立ての豆の香りが充満した部屋のようなイメージで調べされることが多い。通常、焙煎豆から水や溶剤あるいは調臨界抽出装置を用いて抽出したエキスやエッセンスなどがベースとして生成され、必要に応じ合成香料と調合して使用される。また、高温殺菌の際に生じるレトルト臭をカバーする目的で添加されたり、 乳成分のミルク感を向上させるため補助的にミルクフレーバーが使用される場合もある。一方、大道の一部商品のように無香料を謳う商品もある。乳化剤は乳成分とコーヒー液の分離を防具。初期の缶コーヒーは乳成分が分離することがよくあった。缶の内部に付着するため、リングと呼ばれたため、よく振ってから引用しなければならなかったが、 乳化剤の発達によりぶる必要はほぼなくなった。また、自販機による加温販売に伴い、耐熱性細菌による産廃事故が発生するようになったが、加熱殺菌による殺滅は実質不可能なため、初等死亡サムエステル成分表記上は乳化剤の添加による抑制が取られるようになった。缶コーヒーを生産する飲料工場から排出される。 産業廃棄物の大半は抽出後のコーヒーカスである。工場の規模によっては排出量が中途半端なため処理業者に処分を依頼せざるを得ない場合もある。カスが発生しないインスタントコーヒーやコーヒーエキスなどに原料としての期待が寄せられた時期もあったが品質の点でドリップ方式に劣るため主流になることはなかった。コーヒーカスの処理については 公害が社会問題として表面化する1970年代には、すでに懸念材料となっており、近代に至るまで、その有効利用法が模索されている。同じ試行飲料でもビール製造時に排出される、モルトカスやビール酵母などは、再利用価値が高いことに比べ、コーヒーカスは用途の幅があまり広くない。ポピュラーな手段として、土壌改良材への再利用があるが、 排出量と再利用量にギャップがありすぎるため必ずしも有効というわけではない。日本には日本国外のビール缶コレクターズクラブ、ブルーリーコレクトブルズクラブオブアメリカのようなコーヒー缶コレクター団体は存在しない。しかし、個人単位でコレクターは数多く存在し、ウェブ上などでそのコレクションの一部を見ることができる。しかし、貴重な缶が高い金銭価値を持っていたとしても、 それらが詳しく体系化されるような活動はあまり盛んではない。また、日本以外の国においてコーヒー缶コレクターが存在する可能性があるが存在したとしてもごく少数にとどまると推測され。缶コーヒーは限定的な普及状況、前述のためその飲み方で日本人であるかどうか知られてしまうことがある。大観光空気爆破事件の犯人である。 金畿機は派遣された日本の外交官が差し入れた熱い缶コーヒーを一気で夫婦吹いてから飲もうとしたために正体を見破られた。本当に飲み慣れた日本人であれば熱くても吹くような習慣はとぼしく、シチューなどの食べ方については定着していない欧米式マナー、吹かずに冷めるのを待つ飲み方が缶コーヒーについては逆に定着している。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。